ーケストラの多彩な音色が会場全体を包みました。北名古屋ウィンドオーケストラの定期演奏会が北名古屋市文化勤労会館で行われ、見応えのある演奏で観衆を沸かせました。この演奏会は高校生から50代までの幅広い年齢層のメンバーたちが学校や仕事の合間に週1回の練習を重ね、およそ1年かけて準備を進めてきたものです。ステージでは機関車が勇壮に走り出す姿を金管楽器を吹く時の唇の振動で表現したオリエント急行や、長野冬季オリンピックが行われた際に地元の吹奏楽団のために書き下ろされたオリンピカなどが演奏されました。また第2部では、音楽を通じて世界を巡る旅と題し、ハリウッドの映画音楽から始まり、南米、イギリスを経て日本に戻るという各国ゆかりの曲で旅を演出し、観衆の心を掴んでいました。オーケストラのメンバーの一人は、ポピュラー音楽からクラシックまで、テンポのいい演奏が吹奏楽の大きな魅力。これからも多くの人にその魅力を伝えられるよう練習に励みたいと話していました。